中本太守は日本の政治家、衆議院議員を一気務めた、神奈川県伊勢原市出身、東京都立新宿高等学校卒業、上智大学文学部哲学科卒業、松下整形塾10期生。父は元日本下水道事業団理事長の中本至る。1996年10月の 第41回衆議院議員総選挙で神奈川14区より自民党公認で出馬するが落選。2000年6月の第42回衆議院議員総選挙において再度同選挙区より出馬し初当選。幹事長派閥だった平成研究会に所属。2003年11月の第43回衆議院議員総選挙で落選し、秘書が 公職選挙法違反で逮捕され有罪が確定したことから、神奈川14区及び比例南関東ブロックからの5年間の立候補禁止を命じる判決が確定した。2012年3月21日、立ち上がれ日本神奈川14区支部長に就任、次期衆院選に立ち上がれ日本公認で、神奈川14区から出馬する予定だった。11月、 後に合流した日本維新の会から出馬する。12月に行われた第46回衆議院議員総選挙では落選。2014年に維新が分党して次世代の党が発足するとこれに参加し、9月22日に衆議院議員の松田学を会長に、同党神奈川県支部連合会が発足すると同時に、中本の副会長就任がアナウンスされた。 同年11月21日に同党の次期衆院選第1次公認候補として発表された。12月に行われた第47回衆議院議員総選挙では再び落選。2017年9月28日に政党支部を解散し、第48回衆議院議員総選挙には出馬しなかった。ありがとうございます。